9240のフィルムカートリッジアドバンストフォートシステムとは富士フ,フィルムイーストマンコダックキャノンミノルタニコンによって共同で開発された世界標準規格の新しい写真システム1996年4月に販売が開始された後日の通り現在では事実上終焉を迎えた企画である APS は写真フィルムの名称ではなく 新規格の専用フィルムを使用した進化した写真システムのことを指す。規格名の9とは、インフォメーションエクスチェンジの略で、デジタルカメラのエキシフヘッダのように、撮影時の設定、日付、時間、プリントサイズ、枚数指定、コメントなどをフィルムにコーティングされた時期面に記録し、プリント時に利用できるためこの名がある。240は、 フィルム幅の 24mm に由来する。画面の露光面積は 16.730.2mm で、重横比が従来の隠しフィルムと比べて横長なのが特徴。その基本サイズの左右、または上下をプリント時にトリミングすることで、35mm 半の通常サイズとパノラマサイズに対応するプリントが可能である。これらのサイズ設定は、基本的に、 カメラ側で設定する。ただし、ラボへのプリント注文時に指定して変更は可能である。また、かつて発売されていた APS 用フォトプレイヤーでは各種設定を変更できるものもあった。また、画面サイズが小さいために 35mm 半と同じレンズでも画角が狭くなる。したがって、35mm 半と比較する場合は、 レンズの表記に比率をかけて換算する必要がある。対角画面で換算すると、H サイズ P サイズイコール1.25倍、C サイズイコール1.4倍となり、例えば APS の 24mm レンズの 35mm 版相当の、画角は 24mm1.25 イコール 30mm となる。ただ、H サイズの場合は、 画面比率が横長なために 35mm 半と同等の画角でもよりワイドさが強調されて見える。現像ゴムフィルムはカートリッジの中に入れたまま返却され、焼き増しの注文は添付される。インデックスプリントでコマを確認して行う。しかし、カートリッジはかさばって保管しがたく、インデックスプリントとの関連付けも半雑であり、インデックスプリントをなくすと、 写真の確認ができにくくなるといった欠点があった。さらに APS の登場からは 35mm フィルムを現像した際もインデックスプリントを添付することが可能になり APS 独自の利点ではなくなった。この企画の長所としては従来の 35mm フィルムに比べフィルイコールカートリッジが小型であるためにカメラ自体も小型化できる点がある。他にも などのこれまでのカメラでは難しいことが簡単になったことが挙げられる。フィルムが小型であることを強調するためか、市場に出た製品のほとんどはコンパクトカメラであった。キャノン、ニコン、ミノルタからはレンズ交換可能な一眼レフカメラも発売されたが、35mm フィルムと比べて撮影面積が小さいことから画質が劣ること、交換レンズの互換性の問題から、 あまり普及しなかった。また、フォトプレイヤーという、現像済みのカートリッジを装着して、それをテレビに映し出す装置も発売されていた。かつてのスライド投影機の APS 版とも言えるが、BGM をつけたり、カットマ効果をつけながらの自動スライドショーを行ったりと、スライド投影機に比べて、高機能であった。また、フィルムのナイン情報を修正したりする機能も、存在した。 こういった機能は、後のデジタルカメラの閲覧ソフトに継承され、発展していった。9240のフィルムカートリッジ底面現像済みであることを示す。四角いアイコンが白くなっている。フィルムカートリッジの底面には、フィルムの状態を示す仕組みが設けられている。4段階のフィルム状態が白いアイコンで順に、表示される。丸、新品未使用であることを示す。 半円、総撮影枚数の途中まで撮影済み。ミッドロールチェンジでカメラから取り出した状態。カメラへ再装填したり現像に出すことが可能な状態を示す。バツ、総撮影枚数をすべて撮影したことを示す。カメラへは二重露光防止機能により物理的に装填できない。早めに現像に出すことが望ましい。四角、現像済みを示す。 二千二年のフィルム販売において、イン二百四十フィルムのシェアは、ロールフィルムが出荷本数の約十二パーセント、レンズ付きフィルムが同約二十九パーセントであった。APS はこれまでのカメラシステムを刷新し、関連市場の不要を狙ったものであったが、三十五ミリメートルフィルムの優位性、同時期に普及し出したデジタルカメラと写真画質カラープリンターの急激な 性能向上によりあまり普及しなかった。また、フィルムがカートリッジの中に入れたまま返却されるため、保管が煩雑になりがちである、現像料金が従来の 35mm フィルムに比べて高価であるという問題点も停滞の要因となった。そのため一時期同時プリントが600から800円程度と 35mm フィルムとほとんど変わらない時期もあった。 カメラに関しては2002年時点ですでにコダック、ニコン、コニカミノルタらが APS カメラの製造、販売から撤退し、その後も他のメーカーの撤退が相次ぎ、現在日本国内で発売されている機種はない。フィルムについては主要3社のうちコニカミノルタがまず撤退、その後は富士写真フィルムがネクシアを、コダックがアドバンティックスを生産していた。過去には ISO100 の高画質タイプや ISO800 の高感度タイプ、またリバーサルも商品化されてはいたものの、市場規模の縮小に伴い現在は生産されていない。フィルム本体のコンパクトさを買われ、かつてはレンズ付きフィルムにも採用されていたが、こちらも生産がストップされている。富士フィルムは2011年7月にフィルムの生産、販売終了を発表。 コダックも2011年をもって生産を中止。富士フィルムは在庫分の販売を継続していたが2012年5月末をもって終了。これにより APS フォーマットは事実上終焉を迎えた。メーカー名は略称高級コンパクトカメラ。ありがとうございます。